地獄より嫌いせし悪魔は、ここを楽園と笑う。天国より降臨せし天使は、ここを煉獄と嘆く。ここは人間界。死ね、東大の守護者め。何？時空を超えし機関車、目覚める時。我を呼び覚ます者は何時か。私がここで死んだら、帝国の野心を止める人は誰も。ここで死ぬわけにはいかない。死は永遠の灯台よ。逃げ場はないわ、東大の守護者さん。何よあんた。まあいいわ、二人とも殺しておしまい。俺は一体。我と運命を共にする者よ、顔を上げよ。誰だ。我は審判の目ラグ。我が声が届くは何時の。千年の眠りが何時という存在を生み出すとは。まずはこの場を切り抜ける。新たな姿を得て目覚めよ。邪魔者もまとめて始末なさい。何時の弓を掲げ、召喚の命を下せ。体が勝手に。暗黒に抗う使いたち、我が召喚に応え権限せよ。モノども迎撃用意。我は審判の矢、正義の名のもと愚かなる罪悪を罰そう。光明の涙、呼び声に導かれ、罪深き魂に救済を。光の涙よ、我が呼び声に応えよ。我は視線の花、命に応え暗黒に制裁を下さん。邪悪を滅します。あんな戦い方見たことないわ。あんた一体何者。帝国はあんたを許さないわよ。悪魔の痕跡が迫っている。終末は近い。この世界を気づかれたか。彼女たちは過去の残像だ。この世界に長くとどまることはできない。覚醒するのだ少年よ。この世界で信じられるのは何時ただ一人、そして我が使命。
生、使命ってなんだ、なあどういうことだ。さっきの力は消えたみたいだ。カッカ、ここは危険です。ひとまず離れましょう。まさかこんなところで旧友に会えるなんて意外な収穫だね。役立たずの人形はお試しに。世界の終わりというゲームもやっと面白くなってきたかな。ここはどこだ。俺はどうしてここにいる。それにあの声は何なんだ。ここは未だ破壊されぬ楽園。ここに眠るは新たな希望。過去は去り未来が来たる。少年よ、芽吹いたばかりのこの新世界を守るのだ。運命は間もなく覚醒する。青い稲妻と共に現れ、その手には変幻自在の弓。まるで神話のようだわ。君は。私はアビアと申します。先ほどは助けていただきありがとうございました。とある国の新女王戴冠式に向かうところだったのですが、途中で襲われてしまい、あまりここに長くいない方がいいでしょう。襲撃された時に護衛と離れ離れになったのですが、きっとまだ近くに。上等よ、かかってきなさい。今の声はベレット。後ろから狙うとは卑怯だ。私たちが相手です。ベレット、大丈夫ですか。お嬢が無事なら私はへっちゃらよ。こいつらが急に襲ってきて、みんな反応する前にやられちゃって。お嬢、護衛のみんなは。みんな私をかばって。この方が助けてくれなかったら私も危ないところでした。お嬢がそう言うなら心強い仲間ね。東大の守護者はシスベス。あいつらはどうしてアビアを狙っているんだ。あんた、お嬢と一緒に私の後ろにいなさい。こいつらは最強傭兵である私が片付けるわ。みんなの仇を討つんだから。もうこれ以上誰も傷つけさせません。俺も戦う。私はプリーストです。私の治療術で傷口を癒しましょう。すごい、体が軽くなったわ。傷が一瞬で消えた。これが私のスキルです。私たちの職業は異なり、スキルもそれぞれ特性があります。力を合わせればどんな戦いも切り抜けられるはずです。ベレット、頼みますよ。任せて。
敵の近接攻撃は手強いですが、遠距離に弱いのも弱点です。私の魔法スペルで遠距離から攻撃して戦力を削ります。ベレットは最後の一撃を与えてください。ええ、とどめなら最強傭兵の私に任せてよ。みんなの意志は私が受け継ぐんだから。あんたたち誰に命令されてるの？我が主は大いなる計画をお持ちだ。父王と共に我が魂は王のもとに。これは危ない。お願い。自爆するなんてひどいわ。息が何なんだ、さっきの黒いモヤは。カッカ、大丈夫ですか？勝敗は決しました。そこまでです。お嬢、物資が全部帝国の奴らにダメにされちゃったわ。なんとかしないと。あまり遠くへ行かないでください。敵はまだどこかに潜んでいるはずです。大丈夫、まずは手当てする場所を探しましょう。護衛なら私に任せて。向こうの空き地が良さそうね。少し休憩を取りましょうよ。ええ、火を起こしてもらえますか？私はこの方の手当てをします。ベレット、自分を責めないでください。私がもう少し強かったら結果は変わってたかもしれないわ。強くなりたいのならファロスの特製ポーションを試してみますか？新たな世界、やってみるわ。この私と話して。実はまだ研究段階のものだったのですが、効果があって安心しました。お嬢、カイトラで一番近い町まであと2日はかかるわ。物資はないし、追っ手もかわさないと。うわー、どうすればいいの？近くにキングスランドの聖堂があります。半日で着くはずです。ベレット、キングスランドの騎士団に救援信号を送ってください。夜のうちに進めば明日の朝には援軍と打ち合えるはずです。さすがお嬢、キングスランドの騎士と合流すれば一安心ね。ひよっこ、私たちについてくるつもりならぼーっとしてないでしっかり歩きなさいよ。そうだ、あんたの名前は？俺は何も覚えてないんだ、自分の名前すら。自分の名前もわからないって、とんだ鳥頭を拾ったようね。過去を失っても未来へ進む道は選べます。考えてみてください。閣下のお名前は？俺は、了解よ。仲間の名前は忘れないんだから。これからは私の下で働くんだから、私のことは隊長って呼びなさい。いい？ああ、分かった。
隊長。よし、このチームでいざ出発。私の記憶が正しければ前方のクローブ川を越えれば到着します。遺跡の上に建てられた新しい聖堂なんです。俺は自分が何者なのか、何のためにここにいるのか知りたい。ひよっこ、あんたのことは見捨てないから、とにかくこの何もないところを抜けてから考えましょう。このまま進めばキングスランドの聖堂です。お嬢、救援信号は今頃届いているはずよ。聖堂の中で助けを待ちましょう。救援信号は送りましたか？ちゃんと送ったわ。すぐに援軍が来るはずよ。やっぱり彼は伝説の視点の使いと似ているわ。俺の顔がどうかしたのか？我は審判の目ラグ。またあの声か。少し向こうで休んでくれ。待ってください。お嬢、気をつけて。気をつけて、様子がおかしいわ。黒いモヤをまとってる。前の追っ手の時と同じだ。少年よ、ラグエルか。隠された真実に注意深く目を凝らせ。審判の目覚醒。見える世界が変わった。これが審判の目の力か。同じように見える敵だが属性はまるで違う。属性相性を利用してやる。前方の敵は水属性だ。俺の雷属性は有利になる。ベレットは火属性だから右の雷属性の敵を頼む。最強傭兵の力を見せてやるわ。までもない。屈服せよ。キングスランド王、
獅子神王レオンハート、そして神王ジョン様がこの場を制してやった。さっさと感謝したらどうだ。ふう、助かった。獅子神王陛下は相変わらずかっこいいわ。これなら追ってもウルフも怖くないわね。救援信号を受けてすぐに立ったのだが、途中で死角に出くわして少々時間を取ってしまった。荒らされた野営地を見かけてもしやと思ったが、無事で何よりだ。そちらは審判の時だ。アビア殿の口から聞いたのでなければにわかに信じがたいことだ。帝国の刺客がこの大陸に入り込み、カイトゥラの北壁の守護獣がキングスランド領に侵入するとは。貴殿がいなければ大変なことになっていただろう。我からも礼を言う。大したことじゃない。アビア殿から貴殿の話は聞いた。あの四天の使いの彫像と共鳴するとは驚きだ。貴殿の正体を知るには世界各地の遺跡を訪れるといいだろう。カイトゥラの神殿遺跡には四天の使いの壁画があるらしい。我々はカイトゥラの女王戴冠式に参加するつもりだ。女王に神殿遺跡の参観許可を得るというだろう。女王戴冠式。そうだ、アビアは何者なんだ。それについては我が盟友に直接聞くとよいだろう。やっとキングスランド騎士団と合流できたわ。これで帝国の資格は心配しなくていいわね。この平民が僕の水入れを返せ。あんた、お兄ちゃんは騙せてもこの私の鼻はごまかせないわよ。黙ってあげる代わりにこの妙にいい香りの壺はもらってくわ。おい、お前そんなボロボロの剣で戦えるのか。はあ、これちょっとガタが来てるけど、ベレット様にとっちゃなんでもないわ。そんな生蔵じゃ戦いに影響が出るに決まってる。この僕が剣を恵んでやるから、ありがたく受け取るんだな。へえ、たまには気が利くじゃない。気が進まないけど使ってあげようかしら。この私と話したいってわけね。この僕があげると言ったんだぞ。さっさと取り替えたらどうだ。あら、思ったより使いやすそうね。当然だ、この僕が撃った剣なのだからな。本当は兄上にあげるつもりだったけど。なんだ平民、この僕をじっと見て。別に、ただのガキのくせして神王ってどういうことなのかなって。キングスランドは二王制を採用しているんですよ。獅子神王陛下はご兄弟で南北キングスランドをそれぞれ統治しているんです。お前のような平民が立ってる土地はこの僕のものだ。なのに。なのに兄上はまだ鍛錬が必要だだとか成長が足りないとか言って僕に権力を返さないんだ。僕は一人でできるのに。わかったわかったって、ジョン神王様。
アビア殿が襲撃された時にあの者が空から現れて救ってくれたらしい。あいつが？あの身なりを見るに大したことなさそうだ。この僕にまるで及ばないな。見た目で人を判断する癖はいつになったら直すつもりだ。僕はただくだらない。おいヘミ、荷を片付けろ。出発だ。弟君との関係はまだ良くないのですか？軍を持たせてもらえないことを根に持っているのだ。だがあの子はまだ幼い。兄としてあの子に重荷は背負わせたくない。残酷な戦場に耐えられるものはそう多くない。もしかしたら我が獅子の一族に伝わる武器を譲ればあの子も自身の責任に気づくかもしれない。何を送るかより誰が送るかの方が弟君にとっては重要だと思います。眉間にシワを寄せて何をお考えですか？なあ、さっき言ってた帝国って？そういえば閣下はこの世界のことをよく知らないのでしたね。私たちが知るこのアルケラ大陸は海に囲まれた陸地です。そしてアルケラ大陸は東西に二分されています。大陸の西方は4つの国によって統治されていますが、東方はただ一つキタニア帝国が統治しています。そして東西の中心に位置するのがファロス、大陸の灯台と呼ばれています。私の故郷でもあります。東西の大陸は古来より争い続けてきましたが、近年東の帝国は新皇帝の即位により勢いを増しています。私たちを追う者が本当に帝国軍なら間もなく戦争が起きるでしょう。戦争が？あまり深く考えず、まずは休息を取りましょう。戦争は政治の領域です。私の得意分野ではありません。にしてはいい花だ。この僕の香水がわかるか？ぷぷ、その年で香水だなんて混ぜてんだね。この平民が僕を子供扱いするな。はいはい、偉大なるジョン新郎陛下。ベレットは切り替えが早いな。昨日まで死んだ仲間のために泣いていたのにもう何ともなさそうだ。傭兵というのは生死の境をくぐり抜ける日々の繰り返しだ。忘れられるものだけが死んだ仲間の意志を継いで前に進むことができるのだ。忘れられるものだけが前に進める。でも俺には忘れるものさえない。俺は一体どこに向かえばいい？カイトラの遺跡で進む方向が見つかればいいんだが。予定ではここでカイトラの使者が迎えに来るはずだ。女王の謁見はその後だ。部隊の状況を確認してくれ。ジョンを頼む。失礼。そうだアビア、まだ君のことを知らない。説明する暇がありませんでしたね。隠すつもりはなかったんです。実は私は、この平民が、これはキングスランドの上等な鎧だぞ。この僕がお前にやると言っているのに断るだと。この平民が、これはキング。お前たちカイトラの北壁なんてこの鎧に比べたらただの砂遊びだ。お前たちの城の壁だってキングスランドの職人にしてみれば取るに足りん。バカバカしい。北壁とカイトラのバーバリアンがいなければ西大陸はとっくに魔物であふれかえっている。貴
北壁の惜しい姿を見ぬ者、匠の武具を試さぬ者、これぞ異教の風物。さあさあ皆さん、私の歌に耳を傾けておくれ。僕は認めないぞ。北壁の修繕にキングスランドは多大なる出資をしたというのに、できたのはただの石くれじゃないか。魔物の侵入を阻むなんて大嘘だ。金を出してからって偉そうに。キングスランドは鉱脈資源を独り占めしているだけだろうが、我らバーバリアンの守りがあるからこそ北壁は健在なのだ。お前らが安心して石掘りに精を出せるのは誰のおかげだ。しっかり壁を守ってるならキングスランドにどうしてウルフが出るんだ。カイトラの怠慢に決まってる。おお、カイトラのバーバリアンよ。国によく使える勇猛な戦士よ。歌うしか脳のない詩人は今すぐ立ち去るとしよう。はあ、北壁のことは西大陸で何百年も揉めてるのよね。キングスランドは確かに一番金を出してるけど、石くれは言い過ぎよ。今回の旅で西部各国のわだかまりが解けたらいいのです。言いたいことはそれだけか。乳くせえキングスランドのガキが。カイトラの北壁を侮辱するなら容赦せんぞ。カイトラのバーバリアンごときがこの僕に手を出すだと。いいだろう、かかってこい。あの戦士は本気だ。ジョンが危ない。はあ、もともとはあいつが突っかかったんじゃない。まさかこの私が子守をする羽目になるなんてね。カイトラのおっさん、そこのジョンって子はちょっと口が悪いだけだから見逃してやってくんない。あんまり大人げないと私もマジになるわよ。かかってきなさい。今からジョンに手出しするやつは私が相手するわよ。私の反撃に泣かないでよね。カイテラのバーバリアンは命を顧みず、ただ勝利だけを求めます。十分に気をつけてください。なら属性相性を利用してすぐに決着をつけよう。アビアは光属性だから、あの闇属性のバーバリアンに有利だ。手前の水属性の敵は俺に任せてくれ。バーバリアンは手強いわ。私もスキルを使うわよ。何か強いスキルがあるなら使いなさい。全員のスキルで作戦を立てて力を合わせましょう。よし、スキルと属性相性を利用してこの勝負に勝つ。罪をうがつ。私は逃げも隠れもしません。やめるのじゃ。こたびの勝負はこのカイトラ王女アリシア妖精が制するの。
のじゃ。王女ということはあの子が女王に。そこのバーバリアンはこの僕に負けたんだ。急に出てきて勝負に水を差す気か。ジョン、不敬ですよ。東大の守護者、妖竜王アビア・バイエル、ただいま参上しました。お目にかかれて光栄です。未来の月刊王殿下よ。妖竜王の姉様、やっと会えたのじゃ。妖竜王、お目にかかれて光栄です。王女様、先ほどはアリシアの兵がカイトラの客人に無礼を働いたようじゃの。アノハム、母上に戴冠式の客人を迎えるよう命じられたはずじゃ。こんなところで喧嘩なんぞしよって、早う戻って罰を受けんか。承知しました。そちらのキングスランドの客人は北壁とカイトラに随分とぶしつけな物言いをしておったようじゃの。嫌なやつじゃ。なんだと。じゃがここはカイトラ、喧嘩はうちのお家芸じゃ。一度刃を交えたのなら我らはもう友達じゃ。カイトラへようこそなのじゃ。今夜は宴じゃ。東大の輝きよ、世界を照らせ。そなたは妖竜王姉様のお友達かい？初めて会うはずじゃが、懐かしい感じがするのじゃ。特にその大弓、アリシアは同じものを見たことがある気がするの。前に聖堂の彫像で同じ弓を見たことがある。あの彫像は確か。分かったのじゃ。そなたは母上の探している四天の使いに違いないのじゃ。アリシアについてくるのじゃ。母上がそなたを待ち望んでおる。初めて会ったはずの少女が信頼を寄せてくれた。カイトラで自分の答えを見つけ出せる気がしてきた。面白い。こんなに早く覚醒するなんて。そろそろ俺が手を出さないとね。夜のベルが奏でる音色、共に美しき旋律に踊れ、旧友よ。アビア、さっき王女が言っていた妖竜王というのはどういう意味だ？申し遅れました。私は東大の城ファロスの城主、妖竜王アビア・バイエルです。でも普段はただのアビアと呼んでください。閣下とは堅苦しい礼節で壁を作りたくないんです。分かったよアビア。とにかく女王陛下に謁見しましょう。母上がアリシアにそんなことを言うはずがないのじゃ。罪の騎士ノラよ、母上に全て伝えたのか？はい、ノラは罪の騎士の名にかけて一字一句全て伝えました。王女様、あまりノラを困らせないでください。四天の使いがそんな簡単に見つかるわけないです。この者は妖竜王姉様も四天の使いに似ていると認めておるのじゃ。わがままはいけませんよ。そうだ、キングスランドのジョン殿下もおいでになっていると聞きました。年の近いお友達とお祭りを見に行きましょう。あんまりなのじゃ。アリシアを子供扱いするでない。ノラなんて大嫌いなのじゃ。行くぞ。アリシアが直々に神殿遺跡に案内してやるのじゃ。ノラの大バカ者、四天の使いを見つけて戴冠式で母上に褒めてもらうのじゃ。王女様、ダメですよ。王女様。王女様は私たちがお守りします。
戴冠式に間に合うよう送り届けるのでご安心ください。王女様をお願いね。またこの感じ、いつまで子守をすればいいのかしら。ちびちゃんったら足が速いわね。さすがは旧友、相変わらず嗅覚が鋭い。だけどお楽しみを焦る必要はないのさ。なあ、冷たい気を感じないか。それにベルの音がする。ベルの音なんて聞こえないわよ。でも不気味な場所ね。おちびちゃんは大丈夫かしら。ベレットは面倒見がいいですね。いいお姉さんになれそうです。何言ってるのよお嬢、ベレット様は子供のお守りなんて。ふん、ノラメ、今に見ておるのじゃ。神殿の壁画の謎を解いて母上の代わりに視点の使いを見つけ出してやるのじゃ。ここは不思議と落ち着くな。うむ、アリシアもここが大好きなのじゃ。母上は昔アリシアをよくここに連れてきて、いろんな伝説を聞かせてくれたのじゃ。視点の使いの話もあったのか。もちろんじゃ。昔々不思議な流れ星がこの大地に落ちてきたのじゃ。暗闇を恐れた人々は流れ星の光を守るためにその周りに大きな神殿を建てたのじゃ。そして少しずつたくさんの人がそこで暮らすようになった。人々は助け合い、荒野だった場所はみんなの家になったのじゃ。天啓の書第七章カイテラ、三大氏族の始まりですね。うむ、我らルドヴィク族の使命は全てのカイテラの民を守ることじゃ。母上はカイテラの民が安心して暮らせるようにたくさん頑張ったのじゃ。じゃがアリシアも明日になれば立派な月刊王じゃ。母上の役に立つためにまずは視点の使いを見つけるのじゃ。伝説の続きはまだあるのじゃ。あの壁画の左側が見えるかい？あれが流れ星を最初に見つけた月刊王が皆を守っておるところじゃ。そして右側にいるのが視点の使いじゃ。角笛と弓を持ってみんなを率いておる。そなたは壁画のものと瓜二つじゃ。あの弓も全く同じなのじゃ。あの壁画も聖堂で見た彫像も確かにラグエルに似ている。王女様、視点の使いはどうして現れたんだ。それは母上は家を壊す悪い奴らを追い出すためと言っておった。あれは確か終末の予言じゃ。悪魔の痕跡が迫っている。週末は近い。旧世界の鐘が再び鳴り響く。地獄の戦火に王国は焦土と化す。視点の使いは血の雨を破るだろう。目覚めよ、我が使命を継承するのは何時ただ一人。身元確認中。視点使ラグエル様を感知しました。
が封印解除。天球起動。ラグエル様、ようやくおいでになられたのですね。待ってくれ、俺はラグエルじゃない。どういうこと？一つの体にもう一つ別の意識が存在している。きっと誤解があります。どうか。なぜラグエル様の武器をあなたが？ラグエル様に何をしたの？仁義を汚す不届き者にしよう。任せてくれ。標的は俺たちだ。ここにはカイトラの歴史が詰まっておる。それに母上との思い出の場所なのじゃ。あやつを止めてたまで。警告、多数の標的を捕捉。広範囲攻撃システム起動。まずい、天球の目の前の危険地帯にいると範囲攻撃を食らうぞ。ほら剣を持って。状況を教えてくれ。ここで助ける。ラグエル様のお力だけど、完全には目覚めていない。この人は一体？それなら、あなたにラグエル様のお力があるなら召喚の命令を下してください。召喚だと？確かラグエルは暗黒に抗う使いよ。我が召喚に応え権限せよ。
なんだここは。確かにラグエル様が使命を託された方のようです。ならば。アリエルも、あなただけを信じましょう。先ほどの無礼をお許しください、ご主人様。視点の使いの故郷は悪魔によって滅ぼされました。この世界は私たちの希望なのです。アリエルの使命はこの世界の英傑を召喚し、あなた様の助けとなること。私たちを導き、悪魔を退け、世界の破滅を止めてください。悪魔を退け、世界の破滅を止める。俺にそんなことができるのか。灯台の輝きよ、世界を照らせ。アリエル、どうやって英傑を呼び出しているんだ。アリエルは英傑のデータを取得しただけです。この世界の存在の力によって彼らは実現しています。存在の力。アリエルは箱舟のナビゲーターです。箱舟がこの世界に到達した時、すでに解析しきれない巨大な文明が築かれていました。アリエルはエネルギーシステムに接続してインストールを試みることしかできません。ご主人様は典型の鍵で英傑を召喚してください。最初に召喚されるのは誰だろう。それより、その頭を触らせなさい。